はい、どうも、タンズです。信長の野望天正記シナリオ5つがるための部をやっていきたいと思います。現在こんな感じで、西側を主に占領している状態で、東側がまあちょっと残ってるなっていうところですね。さっき間違えてこの他のところがやってる戦争を見るにしてしまって、一回消しましたねこの回テイク2みたいな。セーブしといてよかったなって感じでしたねさあさあ、東の方がどんどん取られていくと、東の方取るのは全然構わないんですが、空いてる城をしっかり占領してほしいんですけどね。お、ちょっと取ってるな。なんだかんだ最後の敵は織田家になりそうですかね。結構織田家の武将を減らして30人ぐらいまで、最初160人ぐらいいたところを30人ぐらいまで減らしたんですよね。ですがちょっと他の大名が織田家を倒すようなことはちょっとなかったかなって感じですね。で、織田信長自体ももう前に斬首したんで、今織田信兼だったかなが大名なんですよね。で、そのせいでちょっといろいろ分裂しちゃったりしたんですよね。さっさなりまさとか。その割にはね、今結構また盛り直してます。盛り返してるって感じですよね。織田家が、今やっぱ30人。あ、織田信兼も殺したから、石田三成なんだ。でも兵数北条よりちょっと多いか。北条と武田がね、同盟でも結んでればあれなんですけど。お、織田家が敵になった。だいぶ離れてるから、ちょっと無視でいいっすかね。4つぐらい城取れればいいかなと思ってるんですけど、まあ4つ城取った後に、あの武将を暗殺でもできたらね、最高ですけど、まあ、もしくは5個城取れちゃうとかね。ここ確か残ってたんですよね。こっちはうちの城かな。さすがに4つ取んのだって結構ギリギリって感じですかね。ちょっと城を回る順番的にかなり遠回りなので、ここでうまいこと徴兵して士気が上がれば。嘘でしょ上がんない、やっちまった。
無駄にしないようにとか考えてたら、いや、これのせいで、あ、ダメですね。ちょっと無理しないでおきましょう。あ、式上げてから入ればよかった。あ、暗殺もすればよかった。ガバガバですね。ちょっと落ち着け。落ち着け、自分。ここはもう本願寺剣女しかいないと。お、織田家の武将も、織田家も敵になってくれたのはラッキー。まあそんな焦らずに3つぐらい城取りますか。ここも全然ショートカットができないですね。あ、すごい。式1回で20も上がるんですね。織田家の武将が入ってきてくれるなら暗殺を決めたいですね。一撃。本願寺剣女が逃げてしまった。ここがラストチャンスですね。浪人になられると困る。津軽為信って相性が、織田信長と相性がいいみたいなんですよね。だから、あ、よしよし、捕まった。相性がいいみたいなので、まあ、最初に織田家から同盟の話が来て、まあ、受けたんですけど、まあ、相性がいいから来たんだと思うんですよね。織田家と相性がいいってことは本願寺と相性最悪ってことですよね。あ、もしかしたらワンチャンもう一個取れるかなと思ったら、この下続いてるとこないんだ。じゃダメっすね。よし、本願寺家をきちんと浪人を作らずに滅亡させたと。100点満点ですね。さて、こっからどうするか。石田家の軍団配置をちょっと気にすると、あ、第四軍団長がこの辺にいると。で、こっちまで伸びてるんですね。なるほど。どうするか。ここしっかり取りたいから、ここ攻めて、ここは取れないですね。4つ取るか。失敗したな。こっちから行けばよかったか。まあいいか。吉田郡山城ね、毛利元就の居城で有名なはずなんですけど、意外と本丸近いですよね。なぜこっち側に。こっち取るか。
変な順番に取ったから白4つ取れるか微妙になっちゃいましたね。大丈夫かな。さあ、頑固一徹の稲葉一徹を。鉄砲 D と。よし、倒した。間に合うか微妙っすね。3、違う、1234か、12345、いや、こっちの方が良さそうですね。いつも堀の方から入ってたんですよね。ちょっとそれ多分ミスでしたね。徴兵しとくか。よし。そうですよね、ここにいるんだろうなって思ってました。あと2回攻められるんですね。こことここか。ここから行きますか。小西行きなら来てますね。鉄砲 C は、B か。撃たないんだな。完全に逃げてますね。この近道はなさそうかな。危な。すぐ暗殺決まりましたね。あれ、そういえば来島城の武将捕まったんですかね。こっちか。あ、取れないかも。12345。いけそうっすね。
いい感じな気がしますね。ああ、来島城の武将捕まんなかったんですね。多分軍団長。失敗したな、ここ取るんじゃなかった。ここ取って、ここ取って、ここの方が良かったですね。今回攻めても3つしか城取れないや。ガバガバですね、ガバガバ。最近 RTA の動画とかよく見るので、なんか、ガバがなんとかみたいなね、よく出てきますよね。1、2、3、4、5、6、7、8、8、9、10みたいな。こっちの方が早いかな こんなルート行ったことないですけど。こいつが C か。C なら行きとくか。もうちょっと近づいてから切ろう。なんか近くにいる方が切れる気がするんですよね。なんとなく。あの部署こっちに入ってきてくれないかな。よし。あ 入ってきた方の武将切っちゃいましたね。失敗した。まあしょうがないっすね。こっちの方が捕獲するチャンスが多いってことで、計算通りです。捕獲、ナイス。これ水軍 C とかじゃなければ、こっちより左側から来た方が早いような気がしますよね。お、すごい、なんか命中が低いっすね。さあ、ターン終了と。ああ、ついに取られた。また。なんかこの辺にあったら織田家攻めてくれないですかね。織田家じゃねえや。石田家ですね。わあ。この蜂須賀家。私が攻めなきゃいけないんですかね。うん、しょうがないな。148か。武将のいない城攻めてもなんかなって感じですよね。武将減らさないと価値がないので。武将が固まってるところをしっかり攻めて落としていきたいなって思いますね。
これ先にこっち落とさないとな。まあでもだんだんね、固まってるところも減ってきたんで、一人ずつのところを落としていくしかないですね。切っていくしかないかな。まああれですよね、ちっちゃいというか、この一人の大名のところとか暗殺が決まればね、それで落とせますからね。まあ、ただ秋城を作ることになっちゃうんで、ちょっとあれですけど。例えばですけど、ここなんてはあれかな。ここを暗殺して、ここに移動して、ここ攻めるみたいな、そんなんでもいいっすね。あ、ここいいかも。攻めたら、織田家も敵になってくれそう。よしよし。これはラッキー。南条あれでしたね、宿老でしたね。城2つしかないから頑張って暗殺しますか。まあ、宿老だから決まるか分かんないですけどね。ここにたどり着くのが早いか。なんか面白いルートで食えますね。さあ、どっちが早いかな。お、南条の方が早そうですね。そこにいるんだったら無限に暗殺できるな。あの、落としてね、捕まんないよりは暗殺決めたいっすね。危ね。15ターンになっちゃったらちょっと倒しに行こうかなって思います。そんな能力高いわけじゃないんですけどね。あ、消えましたね。捕獲しなくても倒せたと。で、ここが捕まるか。よしよしよし、捕まりましたね。いや、このここら辺になってくるとね、この一人一人が捕まるかどうかが本当に大事なんで。消費しとくか。あと2回攻められるとこの辺にいるか。あんまりいないっすね。あ、ちょっといるな。酒井忠次、過労過労か。まあ、しょうがないですね。ちょっとそっち側には行けないので、ここ4つ取るか。
よく見てなかった。どこに逃げたか、捕まったのか。一人は捕まったようでしたが、二人いたはずなんですよね。あ、逃げましたね。ここに逃げたのかな。あ、残念。徴兵して入る。一人消えましたね。石だけ残り24人と。ここで頑張れば二人捕まえられると。ですが、あ、どうしようかな。吉川、どっちが暗殺しやすいかな。こっち暗殺しやすそうですね。あ、ちょっと待って、これ、あ、つながってるか。暗殺で、うん、いけましたね。あ、しまった。暗殺してから移動しようと思ったけど、暗殺したらコード使っちゃうんでしたね。アホですね。何やってんだ。今のミスひどいな。でもここ取っちゃったら、あそこの城に移動した後に困るな。うわ、なんかめちゃくちゃなことしてんな。なんだったらあの空き地を誰か取ってくれないかな。なんかいい手が思い浮かばないですね。お、逃げられた。お、捕まった。まあしょうがないですね。ターン終了ってことで。いやー、悩ましいっすよね。他のところがああやって滅亡させても、ちゃんと斬首してないと思いますからね。私がちゃんと殲滅して斬首しないといけないんだろうな。仲間にしなかったせいで城取られましたね。仕方ない。
ここに30か。しっかり暗殺していきたいですね。決まんないな。よしよし、まあ、そんなに城取ることは焦ってないのでまあいいんですけどね。取れるようならできるだけ取っていきたいと。竜野城って読むんですかね、これ。砥石城を取って可能なら岡山城に入ると。67か。この辺ないんですもんね。しょうがないな。ちょっと、いや、もう一回だけ攻めるか。松山城、なぜか備中高松城って今一瞬読んじゃいました。こっちが高松城か。もう一個城落とせるかな。いけそうっすね。
で、まあ、秋次郎を取って、こう攻めようかなと。あ、首が今つりそうになりましたね。最近コロナでお出かけできないじゃないですか。やっぱなんか体がなまってる感じしませんかね。私年に1回ハーフマラソンに出てたんですよね。ですがちょっとやっぱりこのコロナの環境下で、あのマラソン大会が全然開かれてなくてですね、まあ去年と今年と、そうですね、まあ去年と今年、まあマラソン、ハーフマラソン出てなくてですね、出れなくてですね、まあ出ないってことはやっぱ練習もしないってことなんで、年にね、一回この3ヶ月ぐらい走る期間がないってことで、まあ、やっぱり体がなまってんだろうなって感じがしますね。さてと、よし、じゃあまあこの辺で今日はおしまいにしましょう。それではご視聴、それではご視聴ありがとうございました。あ。